皆様こんにちは、萩原真美です。今回のリサイタルは私の日本でのデビューリサイタルになるんですけれども、今まで私の名前をどこかで聞いたことがある方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、実際に演奏を聴いてくださった方はまだなかなか少ないのではないかと思うので、これを機会に演奏を聴いていただけたらと思っています。今回選んだプログラムはハイドン、ルチアノ・ベリオ、ラフマニノフと後半にシューマンを入れているんですけれども、前半はちょうど1年前に行われていたコンクールで弾いたプログラムも含まれていて、その中で現代曲があるんですけれども、そうです、これから何か機会がある時に現代曲積極的に取り組んでいけたらと思ったことから、今回1曲入れさせていただきました。そして後半にシューマンなんですけれども、シューマンは私はすごく好きな作曲家の一人 で、 そうです、これまでにもいろいろシューマンのレパートリー勉強してきたんですけれども、今回はシャニクサイとアラベスクを入れていますので、その曲の素晴らしさを皆様に伝えることができればと思います。ヤマハの CFX の好きなところは低音の響きだったり和声が共鳴する感じとか、そういうところに惹かれているので、その素晴らしさを十分に引き出せたらと思います。当日皆様に幸せな気持ちになっていただけるようなそんな演奏ができればと思っていますので、当日会場でお会いできるのを楽しみにしています。